さて今日も京都テアモングアス始めていくぞ。字幕で SOS のサイン出してる？霊夢さんもしかしてマリサさんを監禁して。いや今まさにお前も私たちの横で実況してるだろ。霊夢の家なのに背景が洋室。ゆっくり実況界のアンタッチャブルだからそれ。そして本日1試合目の役職は侍。あれ前侍のストックはもうなくなったって言ってなかった？言ってません。言ってたよ。うん言ってた。いや言ってません。固くなに認めないな。前の動画見ればわかることですけど。そうだよ。前の動画見たらわかることなのになんで強気なの？ここまで言われると言ってない気もしてきました。いや言ってた。うん言ってた。言ってなかった。金に屈するな。その動画確認したら一発だから。証拠あるから。証人が一人消えてもどうにもならないから。シンプルかつ最も効果的な方法できた。言いたいことも言えない。え？言いたいことも言えない。こんな世のな。金曜日は総集編を出します。何が目的だよ。一度作った動画で二度稼げる美味しいシステム。総集編アンベリーバボーの工場。串カツの二度漬けみたいですよね。全然違うんだけど1ミリも共感できない。こういう時に言う1ミリっていうのはどういうことなんだろうな。共感ってそもそも長さで表されるものなの？だとするなら共感できた時は大体何ミリくらい共感できてるの？今日もう帰っていいかな。ここお前の家だぞ。そうだったわ。出てけ。ちなみに本日は10人闇鍋構成です。タイミングおかしいよ。というか今ももたろうみたいだな。メテオさんを猿と定義してる？猿軍団ボタン行きます。あれ相手側もこっちを猿と認識してる？伊達さんサボ行ってきなさい。壮大経験排他的な猿どもだな。ボタン前を縄張りとしてそう。八幡さんも行ってきなさい。いや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 。あれつーかお前ら俺になんかつけてない？伊達さんもさっき近くで止まってたぞ。塗られてるなら油かのロイかですけど。最悪な二択だな。もうちょっとまともな塗るもの欲しいよな。選択肢として化粧水とか。誰がアモアスで化粧水塗るんだよ。全員に塗ったら勝利。塗られた側も嬉しい。顔に塗られてるんだから気づけ。であれろくな思い出がないな。とりあえず私とメテオさんは無理ですね。まあ無理だな。お互いしろ。みぞれさんの死になるよ。確か焚き火前でメメさんといたよね。脇キッチンで焚き火までは一緒でしたね。自分視点から霊魔にひなにいちゃこにしろ出る。とりあえず状況を説明すると、メメみぞれの二人でキッチン脇、左上でマシュマロの棒を拾って焚き火で焼いて、最後の死人出したらこれ多分ラテさん釣られますね。まあ後ろをラテさんが追いかけてるからな。メテオさんは自身でサルと名乗ってるので多分覚えてないでしょうし。侮りすぎだろ。今回は私も自らサルとなり覚えてないで押し通すことで相方のサポートをこなしましょうか。素晴らしい献身の姿勢。焚き火の後みぞれさんがどこに行ったかは覚えてません。みぞれさんは確か焚き火の後はサボ直しに行ってたぞ。ね、メテオさん何もおかしなこと起きてないよ。サボってどこのサボ？展望側だね。ミーティング通過して下回りで向かってたと思う。ちなみに自分と八幡さんでジップで来て下からひなちゃこが来てる。多分それ八幡さんじゃないぞ。自分ですね。わかりづら。八幡宮はボタン前だぞ。うかれいまりちゃこは通信で白取り合ってるんだよね。いや自分は白もらってなくて自分視点ひなちゃこれいまりが白です。あと自分とちゃこさんからグサオさんに白出るかな。展望側直してたから。すごい綺麗にラテさん以外全員白出てるな。八幡さんを白とは一応明言はしてないけど、まあ順番的に白だしね。じゃラテさんは？自分はメテオとボタン前であってサボ直しに行けって言われたから離れて音質でタスクやってる時にボタンだから上には登ってないけど、その間でみぞれさんは見てない。八幡さんはちなみにメメさんたちと会ってる？会ってますね。普通に最後までミーティングにいる。じゃあ二人視点から八幡さんに白出るんじゃない？うん、白出るか。みぞれさん下に抜けていったんでしょ？まあそれは私は覚えてないので。あれメメさんが言ってなかったっけ？いやそれはメテオが言った。八幡宮のミーティングに来る以前の行動を知らないからな。自分は通信室からジップで降りて保管庫のドアでウカさんと会った後ミーティング。ドアがいても白。うん、そうですね。それなら八幡さんも無理なんじゃないですかね。あとはラテさんの気合で残り時間稼いでもらうしかない。なんかいけそうですし、私たちもちょっと時間稼いどきますか。ま、メテオさんからのみぞれさんの死人が死んならですが。まあまあそこは本当としか言えないからな。嘘ついてたとしてもメテオはキルできないし。みぞれさんが下に抜けたのってなんでお前なの？そうだ意味はないが意味がありそうな質問で時間を稼ぐんだ。うん、まあ私はそのみぞれさんが下行ったかも覚えてないので、何秒前かどうかはわかりませんね。意味のない質問に答える必要のない人の回答。まあ何秒前かって言われると難しいけど。というかラテさんしか残ってなくね。でも秒数は重要じゃない。みぞれさんが抜けた後に自分が来てるなら、みぞれさんがずっと音質にいないと自分がキルできる位置ないよね。まあ実際多分そこら辺でうろちょろしてるとこをやられたんでしょうが、ラテさんが来たタイミングとみぞれさんが出て行った時系列は？みぞれさんが出て行ってから後にラテさんが来た感じだね。それが何秒前くらい？いや秒数はあんま関係なくない？いや秒数結構大事じゃない？あと数秒だ頑張れラテチャンネル。みぞれさんがそっち行ったって話だけど音質に来てる自分は見てないし、メテオさんの証言が嘘の可能性も。まあ一旦スキップしますか。よく答えたラテチャンネル。割と無茶な気がしたけど案外なんとかなったわね。インポスターたちが必死に無駄な話をすることで遅延したな。村人の時もたまに意図せず無駄な発言しがちなので、こういう時に重要な情報だけ端的に落とすのは大事だと改めて感じますね。まあ人が死んでるのに3分しか捜査時間ないわけだからな。実際なら死体見つけてから捜査で1日じゃ終わらんだろ。死体出るたび丸1日議論するアモアス嫌すぎる。伊達さんが時間稼いでくれたし、私もちょっと会議で尻尾出しちゃってる気がするので、このターンでの決着を狙いに行くとしますか。侍ならば1ターン決着は十分に狙える範囲ね。遅延目的でボタンクール寸前にコミャサボを入れていくと、侍の使用的に通常キルあと必殺技を打つのは可能なんですが、必殺技を先に打つと通常キルの記録がリセットされるので、今回は丁寧に通常キルの方からいきます。今9人だから終了まで最低でも5人キルする必要あるけど、おっとうパパロン逆走。ひなにーも逆走してる。サボ直せない役職なのかしら。二人逆走してくれたら結構キルする余裕ありそうだが、どちらかというと通信室より展望の方が門番しやすそうですね。もう必殺技のクールもたまりますし向かいましょうか。まだ直らないあたり誰も向かってないかもね。いたらいたでサクッと通常キルしちゃっていいな。あ、ラテさんか。おっとうパパロン逃がさん。
つ、ウパパロンの死体が2つ、刀で半分に切り落とされたんだろ。一刀両断。私はとりあえずにキルしたので次のクールが溜まるまでは隠れます。あ、でもラテさんに一応言っとかないとまずいかも。まあ手前で門番してもらわないとだしね。そうとなれば早速報告だ。あ、ラテさんこういうことです。オッケー。あとはどれだけ大人数を持っていけるか。アレグサオさんの死体が消えてメテオさんの死体になった。まあそういうこともありますよ。とりあえずさっきミゾレさんの話をしていた人は全員死にましたね。これでミゾレモンの存在は最初からなかったことになるはず。ならないよ。残り8秒で次のキルクが溜まる。この分だとあと追加で1キルは取れそうですね。今のとこ3キルだから次1キル入ったら合計4キル。なんとでもなるはずだ。もう下からは誰も来ないだろ。ラテさんがキルク短い役職だったりしたらこの段階でいけそう。あれこの音は？スラッパーで針線を構えた音か？音か？音か？あ、終わった。陰陽師が生存者にカウントされず4人扱いで終了か。インポスター以外もしっかり強役職ばっかだったな。サムライズゴッド。ということで次の試合行くわよ。そろそろ当チャンネルにも新しい風を吹かしたいところだよな。まあ最近なんか淀んでますもんね。私の方見て言ってる。まあでも言われてみたら確かに私たちもう数年は新キャラの追加もなく同じメンツで実況してるもんね。まあこのメンツでも安定感あるしいいけどな。方向性の違いで解散とかしないし。バンドかな。サナエが帰ってきたら4人での実況もまあありっちゃありだけど。まあもうしばらくは。具体的に言うと当チャンネルの登録者が35万人くらいまでは牢屋の中にいると思います。景気ってそうやって決まってるんだ。チャンネル登録者数と罪の重さは等価なんだな。そう強そうな解釈。まあそんなことよりも実況ですよ。ゲーム実況。今回引いたのは純愛者。能力を使用することで対象とラバーズになることができる役職だが、闇鍋村においてかなり強い役職ね。しかしメメントも利用化はギャイ。ワクワクとドキドキが薄い。まあ基本ラバーズにした相方死体になっちまうからな。しかしては抜かん。定石通り手堅く勝利を狙っていく。果たしてうまくいくのか。前ためすぎてラバーズ作ることなく終わった時もありましたからね。勝負以前の問題。今回は勝負が決まりそうな気配を感じたら早めに作りなさいよ。そういう気持ちで恋人を作るのはどうなんだ。あれ説教始まった。ちなみにここうろちょろしてるのはボイス設定に不具合が生じていたためです。ふむ、ここでリアクターかとなると通信室とかに死体がある可能性もあるな。通信室に死体なら多分グサオさんが犯人だけどね。まあでもそうやって疑ってかかるのはいかがなものかと。正体隠匿ゲームやるの初めて。左側の扉は開いている。しかし右側の扉は開いてない。これは一体グサオさんが開けて降りてきただけでしょ。左側を開けたのなら普通右側の扉も開けるはず。別にいいだろ通る方だけで。とここで右側の扉を開ける前にボタンが入ると。問題は誰か死んでいるか。死んでる。いつものことだろ。まさか八幡宮がやられるとは。八幡宮は焚き火脇でスプラッシュでタスクやってた。その後自分は右行ってメメさんと通信室行ってます。だから自分視点メメさんが無理でさらにパン屋しよう。お、その位置からパン屋が出てくれるのはありがたいな。パン美味しいですからね。ただでもらおうとしてるな。みぞれさんは絶対無理。ずっと一緒にいた。自分と茶子さんもキッチン脇でそこからずっと一緒にいるから無理かな。左ってことなら自分視点からもメテオさんは厳しそう。あれラテさん視点メメさんが無理なのってなんで。八幡さんと別れた後保管庫でメメさんと合流して移動してるから。あれ自分も保管庫いたんですけど。ラテさんあったっけ。グサオさんとは会ってないよ。うん、ここでパン屋のラテさんに触れるあたりグサオさんなんだろうな。まあここのパン屋仕様はほぼ見せない状態だからね。まあ白ならここではなく残る候補のウパさんあたりに目を向けそうです。一応私から改めて状況を説明させていただくと、グサオさんが保管庫から左に行った後にラテさんが保管庫に来ました。私とグサオさんは保管庫で会ってますし違和感はないと思いますが、メメさんの位置に違和感はないけど白出るのがちょっとわかんなかった。ラテさんが言ってるのは八幡さんを左に置いてきた状態で、右側で私と合流し一緒に行動してたので白ということだと思います。ラテさん視点私がキルしてる場合左で八幡さんキルして弁当のない保管庫に先回りしなきゃいけなくなりますから。なるほど理解した。ま、グサオさんが私視点一番怪しく見えてますけど。まあでもウパさんには誰も白出せないんだよね。最後左から来たの見ただけだからね。自分の経路は上部エンジン脇スタート。ジャングルでタスクやってボタン押しに行ったけど初手で押してて、右に戻ったとこでメテオさんと会った流れ。まあ総括グサオさんでいい気はするけども、マジひなちゃこのラインとかも普通にあるんじゃない。まああるけどスプラッシュから右側に向かったと思うんだよな。ラテチャンネル。ビビるゲッサーいたのか。いらんこと言わないでよかった。じゃあグサオさん釣りで。釣られるぐらいならと己で死を選んだようだな。ほいメテオさんどうも。開幕爆速ラバーズ付与。ふふふ、オッケーオッケー。よろしくお願いします。ということで私たちのすべきことはすべて終了した。これが事実なのが悲しい。純愛者はもはや自宅警備員よりニートしてますからね。もう純愛者から名前を紐に変えるべきではという話もあります。まあ外に出て稼ぐとかは無理だけど掃除とかはするぞ。余計に紐噛んでてくる。メテオさんの役職が何かはわかりませんが、まあここから頑張るのはメテオさんだし、負けたとしてもそれは当然メテオさんの責任です。責任転嫁の鬼。この会議はみんなで世間話をして無事終了。人が死んでんだぞ。あとはメテオさんがうまいことやってくれるはず。私たちは信じてただ待つのみです。一番の問題は残るキル役が誰なのかってところなんだけど、まあ誰でもいいっちゃいい。一番の理想はメテオさんだな。他にキル役がいた場合盤面次第になっちゃいますけど、メテオさんがキル役の場合私たち自身でゲームメイクできますからね。まあ他にキル役がいた場合私たちと相方がキルされる可能性に加え、2キル入れば PP になって釣り勝ちが難しくなる可能性もあるのに対し、メテオさんがキル役ならキルされる可能性はほぼなくなり、2キル通せば PP、 キルなしでも釣られさえしなければ勝利をつかめるからね。まあどちらにせよあとは成り行きに任せるほかないわけだが、残りメンツ的にどこがグサ
オさんの相方1でもおかしくないですしね。お、ひなに死んでる。誰がやったかは不明だけど、私たち以外がキルされる分には歓迎。メテオさんがやってるなら2キルと押す算段があるんだろうし、それ以外の場合はとっとと死体通報して釣ったら勝ちだぜ。ということで死体を探しに行きます。むむむむむむ。残念かと言われると微妙だけど、ボタンが入るとぬお、2キルは正直私たちにとって微妙だぞ。仮にメテオさんがやっていてもスキップにすれば問題ないので、とりあえず真面目に情報を出していくとしますか。ひなにが10秒前に死亡、ウパさんは10秒以内に死んでます。うん、見てないな。同じく全く見てません。すがすがしいほどに全員否定するわね。誰も心当たりがないのはまあありえないわけだが、人の人生を終わらせておいてこの態度はいかがなものだろうか。両親に訴えかけるな。メテオ茶子は一緒だったからな。うん、一緒にいた。まあそれが本当ならみぞれさんだと思いますが、これは素直にみぞれさんがキル役でダブルキラーとかで2キルと押したのか、それとも茶子メテオが表向きは同陣営でラインなのか、どっちなんだ。まあどちらにせよ私たちはメテオさんに従えばいいわね。まあ茶子メテオのラインならどちらにしろ釣れないので負けですし、みぞれさん釣りましょうか。ちなみに自分はバスカーです。嘘っぽいけどな。今回証明する機会なかったんですよね。一応念押しで確認しときますか。これ本当にみぞれさん釣りで大丈夫ですよね。大丈夫、いいと思います。メテチャこのラインで両方キル陣営の時だけめんどくなるが、まあメテオさんがみぞれさん釣りでいいって言うなら大丈夫なんでしょ。続くということはおそらくメテオさんがキル役か。チャコさん探しに行ってくるわ。頑張ってください。メテチャコラインのメテオさんキル役のようね。私たちにできることはもうない。あとはただ終わるその時を待つだけだ。おっとリアクター、これはおそらく墓場のインポスターが入れたんでしょうか。私たちとメテオさんがいるしめんどくさいけど積むことはないわね。まあ直せないという状況にだけならないように、一応リアクター前で待機しとくか。チャコさんの中身は何なんでしょう。先ほどインポスターに協力していたあたり、いろいろ考えられますが、マットにアーソニストにいろいろありえそうではある。まあアーソニストならさすがにもう終わってそうだが、というかリアクター残り40秒でちょっと心配になってきました。チャコさんがマットとかのベントに入れる役職だと普通に終わらない可能性まである。まあだとしてもそうなったらチェーンかけてればラバーズの勝利ではあるが。お、よかったよかった。うわそういうことか。チャコさんの中身は悪魔でしたね。なるほど、だから協力してたわけね。それじゃ本日最後の試合行くぞ。第3試合は2試合目と同じく9人闇鍋構成。ハロウィンを意識した雲のスキンでお届けだ。スパイダー式村陣営の時点でありえないんだよな。お、パン屋。長らく動画にしてない気がします。メメントモリ評価ギャビープラス美味しいパンを焼けるという時点でまず強い。評価基準参考にならなさすぎる。まあ他の何もできない村役よりかは証明しやすいし、あり最弱といった感じではないですね。 CO すればまず進行権を握れますし、とりあえず目に見える村陣営は私たちのみだったわね。パン屋は毎ターンパンを焼いているわけだし、毎回議ごとにタスクに補正をもらってもいいはずだよな。みんなが議論だけをしてる中、議論しながらパンを焼いてますからね。私がパンの配給をやめたらみんな飢餓に苦しむことになります。そんな特性はない。なんか横のウパさん動かずにずっと静止してんな。お、動き出した。タスクしないあたり人材っぽくは見えますが、まあウパさんが人材だとしても私はパンを焼くだけですが、自分それしかできないんで。堅物の職人把握。私たちが動き出した瞬間ついてきてちょっと不穏。お、米サボきましたね。ウパパロンはすぐに展望向かったし、サボは直せそうだな。まあ私たちは給油終わり次第通信室側直しに向かいましょうか。先にみぞれさんがメテオさんの死体発見。左なら結構後ろが出そうだ。ウサオさんも死んでるわね。チャコです、チャコです、チャコです。チャコにロケットで捕まれてるから助けて。自分もその光景見ました。なるほど、ここでチャコさんを釣らないとラテさんが死ぬと。じゃあまあチャコさんはここで釣るとして、自分がリモコンで操作されてグサオさんをキルしてます。お、最近追加された役職だな。すれ違った相手を操作できるインポスター役職ね。でそれを見たメテオさんが多分シェリフ突で自爆してる。じゃあ操作した人は誰？すれ違ったのはレイマリさんだね。もうチャコレイマリで終了な感じがしますけど。いやひなにとは序盤あたりにすれ違っただけですよ。でもそこ以外もう全員展望とかあたりにいるんだよな。うん、というかこれこうなるならチャコさんよりレイマリさんを先に吊るすのもありでしたね。いやそしたら自分死ぬんですけど、ラテさんどうせ人材なので削れてくれた方がありがたいというお話。いやいや村陣営だから。ひなにがシェリフ突されてるならもう村陣営で切ってるんだよな。ひなに村陣営メテオさんシェリフってパン屋でさん枠終了ですからね。ま、でもラテさん以外も全員同じだから微妙ではある。今回は素直にチャコさん釣っとくか。とりあえずインポスター一人は問題なく追放と。あとはレイマリさんを処理したら試合終了ですが、他にキル役がいたら試合は続くし、乗っ取り系の役職がいた場合も結構きついのよね。勝利条件満たしてない第三陣営はスキップ入れるだろうしな。ま、むしろレイマリさんに少し削ってもらった方がありがたいですね。サボすぐに治ってボタン入るならそれはそれでいいですし、私はとにかく生存を重視した動きをしていましょう。一応タスクもそこそこ悪くない進捗ではあるし、このまま適当に続けておきましょうか。まあヒナニーが村役なら村にタスク勝利は訪れないけどな。最近のヒナニーは早いですよ。今までのヒナニーが遅いかのような言い方。実際早いか遅いかで言えば遅い。まあひなにいのはできるけどゆっくりやってるやつですけどね。しかもだからそういう方針なのも理解できます。一応ボタン前に待機しに来たけど治らないわね。2キル通ったりするとさすがに問題なんですけど。まあさすがに通報入るだろ。最悪推定村陣営のひなにいが生きてればなんとかはなるかも。天秤とかだとベスト。私パン屋なのでパンを焼くことしかできませんし、アンパンマンの世界観ならかなり最前線でいけたんだけどな。一向に治る気配ないけど、そろそろ様子を見に行く。難しいところです。向かった先で待ってる可能性もありますからね。まあしゃあないし、ゆったり向かうとするか。とここでラテさんが逆走。サボ直せない系の人材に見える。
るけど、生きて降りてきてるなら通信室では死んでなさそうですが、とりあえず登る前に給水と給油タスクだけ。レイマリさんが死ぬのか。これは一体どういう状況なのかしら。あれ、レイマリさんが死んでる。自分シェリフです。あれってことはヒナニーが村長ってこと？いや違う、自分村長じゃない。だからミゾレさんのシェリフは嘘だと思うんだけど、多分メテオさんがシェリフだし。とりあえずラテさんが通信サボ逆走してましたが、ま、もう CO しても問題のない盤面ですよね。リモコンとロケットでインポスター枠確定してますし、ラテさん CO お願いします。自分賢者です。逆走した理由は通信室でミゾレさんとサボ直してたら、下からレイマリさんが上がってきてたから逃げました。ちなみに賢者は誰かに見せました？いや見せてません。仮に賢者だとするならすれ違った時に使ってそうですけどね。ま、どちらにしろヒナニーの証言が本当ならラテさんは人材確定だが、ただこれ難しいのがミゾレさん旧役で吊るしても、ラテさん第三陣営の乗っ取り勝利もあるってことですよね。ミゾレラテのジャッカルフェアだと思う。ウパさんとヒナニーも一応役職を使用していただけますか？臨床検査技師。実はブラックハットハッカー。まだ感染源の人生きてるんだけど、他の感染率ほぼ0だったから多分正直もう勝てないと思う。感染源は浮いてる自覚のある人です。私っぽい。お前だよ。通信室で動いてない時にメメさん感染源にしてたのに。ちな今回自分ずっとレイマリさんに操られてた。そうそう、それ見て俺はウパパロンから逃げてた。さっき言ってたけどメテオさんが死ぬ理由がシェリフくらいしかなくて、ミゾレさんは嘘使用だと思う。ちなみにヒナニーは臨床検査技師で能力使用してる？使ってない。まあミゾレさん吊るしてラテさん乗っ取り勝利ならおめでとう。これが一番丸いですね。まあ自分はまだどっちの味方もできますけどね。お前は全員の敵だよ。最後までパンを振る舞い続けたもの、実績解除。ミゾレラテはパブロフペアだったんだな。ジャッカルだと結構めんどくさいことになってたし、一番ありがたい内訳だったわね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。